コムデックスアプリに関するチュートリアルにようこそこれはワイデ d e x 補聴器を真に柔軟かつスタイリッシュにコントロールできるワイデ d e x のアプリですコムデックスアプリは無料で Android と iPhone 用のものが Google Play および App Store で入手できます iPhone ユーザーは AppleWatch でアプリを実行することができます素早く簡単に手元で補聴器をコントロールできます Android ユーザーは 待ち受け画面にウィジェットを配置することで素早くコムデックスアプリをご利用いただけます2台の携帯機器にコムデックスを接続させている上級ユーザーの方はどちらか一方の携帯機器にのみコムデックスアプリをインストールしその機器を使って補聴器をコントロールしていただくことを強くお勧めしますスマートフォンで YDEX を検索しアプリをダウンロードしてインストールしてください 携帯電話の待ち受け画面上のワイの YDEX のアイコンにタップしてアプリを起動してください他のアプリと全く同じですアプリには3つの主要画面があります音量プログラム詳細です音量補聴器のボリュームを調整するには音量ボタンをタップしてください音量を上げるには音量プラスボタンをタップしてください音量を下げるには音量マイナスボタンをタップしてください 消音にするには消音ボタンが点灯するまで音量マイナスボタンを押し続けます消音にした後で音を出力するには希望の音量になるまで音量プラスボタンを押し続けます Apple Watch には補聴器を消音にできる消音ボタンがあります消音を解除するには音量プラスボタンをタップしてくださいプログラムプログラムボタンに触れるとプログラム画面に移動しますプログラム画面では 補聴器プログラムの切り替えと聞きたい音の方向の選択ができます補聴器上のプログラムを切り替えるにはプログラムボタンをタップしてください次のプログラムボタンを長押しすると補聴器に設定がある場合全プラスモードが起動します続けて次のプログラムボタンに軽く触れるごとに全プラスモードが切り替わります再び長押しすると通常のプログラムに戻ることができます 補聴器で聞きたい音の方向を変更するには、聞きたい方向を選択をタップします。これによって、フリーフォーカス画面に移動します。ここでは、4つの周音方向、すなわち正面、背後、左、右を、適切な方向ボタンをタップするだけで選択することができます。元の設定に戻るには、画面中央のホームボタンをタップします。戻る矢印をタップすると、メインプログラム画面に戻ります。 詳細コムデックスアプリででは、他にも多くのことができます。詳細メニューにアクセスするには詳細ボタンをタップしてくださいヘルプとサポートが必要な場合にはヘルプボタンをタップしてくださいヘルプスクリーンから次の画面にアクセスできます「ユーザーガイド」「接続ガイド」「ビデオガイド」 アプリとデバイスの情報ステータスボタンをタップして COMDEX のバッテリー状態をチェックしてくださいアプリの設定を変更するには設定をタップしてくださいここでは画面上のループテキストを無効にすることもできますまたは画面上の全プラスヘルプ表示を有効にすることもできます場合によっては補聴器の装着位置を確認する必要があるかもしれません携帯電話に 写真を保存せずに行うことができますミラーをタップしてください携帯電話のカメラのレンズを補聴器に向けてくださいそして画面上の任意の場所をタップしてフリーズを選択してくださいもう一度タップするとフリーズが解除されますこれを初めて行う場合にはアプリのカメラへのアクセスを許可する必要がありますこのチュートリアルを受講していただきありがとうございました